かねすごい満員だったんですけど今日。そう、それはもちろん嬉しいんですけど、今日ねコール大きく聞こえたし、あと今日初めて劇場来てくださった方多くって、そう後で話してた、あめっちゃ今日タワー、あタワーじゃないギフト来るしタワーも来たえありがとうございます。すごいね、なんか今日はね後でカラオケするからね、一曲歌うから、ちょっと読むね。タワー来たよね。あまゆありがとう、まゆタワー来ましたでありがとう、今日も公演もありがとう、嬉しい、タワー来た、ありがとう嬉しい、今日は下ろしちゃいました、巻き下ろし、今日は髪伸びたでしょ、ほら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 髪伸びたんですよ、今日ミュミュが AKB48 の、 あのヤギアズキちゃんの、そのヤギアズキちゃんをイメージした髪型にしてて、で実は私も今日あのヤギアズキちゃんのイメージだったんですよ本当はストレートおろしにするつもりだったんだけど、なんか隣でねミユが先にヘアメイクしてて、そうで、あストレートおろしだと思って、でなんかカチューシャもつけるって言ってたの、そうカチューシャか帽子か、でそれ聞いた時に、あもしかしてミユあずきちゃんイメージしてるかもしれないと思って、で私は予定を変更して、で私はヤギあずきちゃんアットジャムバージョンの髪型にしましたはいそうだから巻いたの、あのアットジャ、アトジャの時ヤギちゃん髪巻いてたから、うんそう巻きました、今日なんか DMM 漏れてた、今日漏れてましたね、漏れてたんですよ、そうなの、アットジャムバージョンにした、だから今日は珍しくカチューシャだったしって感じ、うん、なんか最近下ろしてなかったなと思って今日は下ろしました、そう漏れてたんだよね今日今日漏れてた、うん、最近サイドポニー多い気がする、多分自分でやるときだと、自分で自メイク自分でやるときはサイドポニーが多い編み込みサイドポニーね、うん、そうそう初見さんありがとうございます、そう今日初めて初めてなん、あ初めて公演をに劇場 NGT 劇場に来てくださった方が多かったです、なんか公演終わりにメンバーみんなで話してる時に、なんか今日初めましての方多くなかったって話して、あ確かにみたいな、そうで公演終わりにツイッター見てたら、なんか初めて NGT 劇場来ましたみたいな、そう初めて見ましたって方もちらほらいてね、そうそう、なんかおそらくなんだけど明日AKB さんの出張公演があるじゃん、だからかなみたいなの、その影響もちょっとあるのかなと思ったり思わなかったり、うん、明日行く方が今日から来る、今日から新潟入りしてて、NGT もあ今日やってるから行くかみたいな感じになったのか、その可能性もありますよね、だとしたら結構すごい嬉しいよね、こういうの
嬉しいです、うん、どうだったかな思い出公演。やっぱりうん、なんかこうで、しかも初めましての方も楽しんでくださってたので、そう、それが嬉しかった。やっぱこの劇場の雰囲気とかコールもすごい大きいし、 MC もさ、やっぱこうメンバーだけで盛り上がるじゃダメだと思うんですよ。そうで、やっぱりあの MC でこうみんな巻き込んで、というかみんなが笑ってくれるから、そうメンバーも楽しいし、なんかそういう、なんだろう、この雰囲気、劇場の雰囲気がすっごいいいので絶対楽しんでもらえたと思うんですよね、うん、と私は思っている。実際お見送りでも、今日初めて来たんですけど楽しかったですって言っていただけたし、うん、盛り上がったね今日も。ありがとうギフト。そうなんです、私9月はね、私平日公演が今日だけなので、そう下ペロしまくってたら、え、気づいた？気づかれたか。そうそう、だからね、すごい平日公演久しぶりでしたね私。公演短って、うん、やっぱ全然変わったよね初めてだよねかかと。そう今日本番さ、モニターで見てたら、あれかかとやってるって思って、そうそう、あかかとだ、いいね曲ね、なんかラーメンワンダーランドとかやってほしいよかったよね。そうそう、知らなかった、楽屋でカチューシャつけ人生つけたことないって言ってポギーに突っ込まれたって聞きました。あーそう、いや人生でじゃなくてNGT 入ってカチューシャつけたことないって言って、本当につけたことないと思って私。そしたらそんなわけない、そんなわけなく なんて言われたんだっけな、すっごいなんか漫才みたいになったんだよね二人で、ちょっと覚えてないけど、うん、いや恥つけたことなくはないなんつったんだっけな、忘れちゃった。まあカチューシャはねつけたことあるっけ、私写真ある人いる、私カチューシャつけたことなくない、つけたことあるか、さすがにさすがにあるか、でもね記憶ないんだよね、え多分みんなもそんな記憶ないと思う。私さカチューシャあんまつけてたよ、あるあるか、あったか、やっぱあったか、えでもめっちゃレアじゃない、うん、あそうだそうだそうだ、なんでそんなしょう、なんでそんなしょうもない嘘つくんですかってユーナが言って、しょうもないってなんだ、しょうもないって何って突っ込んだ。これがめっちゃみんなに笑われたこの漫才が、うん、私が、はあ LGT 入って初めてカチューシャつけたわって言ったら、ユーナがなんでそんなしょうもない嘘つくんですかガハハって、私がしょうもないってなんだよガハハみたいな、まあこんなやりとりがあったんですよ、うん、でももうどんどん
どんどんこういうツッコミ してほしい私に、うん、嬉しいよねわかるでしょ、ユーナの笑い声ってガハハって感じじゃん、うん、文字にするならガハハじゃん。あ、そう、着替え中ね。そう、着替え中ユニットから今日巻きブロックの衣装に着替えてる時に話した会話です、うん、確かに今日リリカにもなんかいじると嬉しそうにするって言ってもらえて、あ確かに、うん、確かにそうかもしれないってちょっと思っちゃった。あ、カチューシャ、あれですよ、衣装でですよ、うん、衣装でね、まず衣装でカチューシャがある、髪飾りでカチューシャがあるのが少ないから、まあ、時衣装とかもあるんだけどね、本当は、うん、やっぱね、後輩からいじってもらえるのはすごく嬉しいことですよ、うん、何かこういじれるものがあるっていうのはすごく大事なことだと思っていて、私は、そうそうそう、そうなんです。あ、辰年のカチューシャはさ、あれは別じゃん、あれは特別バージョンじゃん、あれはなんか衣装のやつね。だから本当なくない、衣装のやつだぞ。だってカチューシャがある衣装って、まあ、あの赤いベロアのやつと時とって感じじゃん、うん、え、これもし私がカチューシャつけてる画像持ってる人いたら掘り起こしてツイッターに貼ってくださいあったよって。私はないと思ってる、ないにかけてるつけたことない。いやでもな、あるよね、多分あるんだけど、うん、ここ数年はないんじゃない、さすがにって思ってるんだけど、うん、そう、探しておいてみた。嘘、嘘でしょ、え、本当に、うわ、でもカチューシャでしょ、あったかな、覚えてない。え、そう、あさってなんとオールナイトフジコさんに出演させていただくんですよ。嬉しい。そう、金曜日ね、金曜日なんですよ、実は金曜の深夜っていう、これ大丈夫かな寝れるかな。まあもうオール覚悟で、オール覚悟です、翌日からの4公演結構びっくりだよね、結構、そうなんです、結構ね、すごいすごいんですよね、うん、そう、生放送なんでぜひ見てください。いや確かにリアルにオールナイトですね、本当に。金曜の深夜なんだから、そうで、翌日はもう翌日から4公演で、そう、すごいよ、ちょっと頑張ります頑張ります。なんかもう睡眠取れないで挑む公演が一番不安で本当に、そう、そうなんだよ、ね、だからちょっと本当に体調には本
けながらはい、来週、今週か、今週来週と頑張ろうと思います。でもとっても楽しみ、もう楽しみすぎる。ホールナイトミュージックどんな感じなんだろうな。だから土日の公演はもうたくさん、たくさん来てほしい。本当に来てほしい。コールをいっぱい浴びたい。本当にお願いします。ぜひ土日の公演コールを浴びたいです。お願いしますね。本当に来てください。じゃあ今日は一曲歌って終わりますね。この曲を選んだわけはアットジャムを見たから。アットジャムを、そう、あのね、イヤホンを新しくして、そう、このあの何これ、これタイプ C のやつで、やっと届いたの。使えるよね。なんかショールームの、あの何、ショールームのカラオケはBluetooth じゃできなくて、私カラオケないんだっけ、久しぶりに意外と見たいじゃん。あ、アットジャムで影響受けたんだなって思って。あれ、え、ある、え、ある。じゃあ曲歌いまーす。音楽途切れちゃった。え、ちょっと待って。あれ？なんか、イヤホンがこれおかしいですね。歌ってて、すっごい1秒くらい遅く感じるんですけど、どうしよう。イヤホン新しく買ったのになんかダメだった。悲しい。なんか聞きづらかったですよね。そう、この曲はあの AKB さんがアットジャムで最後の曲にやってて、え、やっぱラグいよね。困る。わあ、どうしよう。せっかく買ったのにちょっと遅れてるよね。新しく買おうかな。またカラオケやりたいし。じゃあランキング読みます。いきまーす。73位から、あ、すごい、もうこの間も73位だったよね。73位いきます。クッキーモンスターメガネ、ありがとうございます。え、この間も73位じゃなかった。13位、みちおちゃん、ありがとうございます。12位、うお、ありがとうございます。11位、チームジヨシ、ありがとうございます。10位、ハードチューンヤス、ありがとうございます。9位、ガンちゃんヨッシー、ありがとうございます。8位、エチゴン、ありがとうございます。7位、タカノン、ありがとうございます。6位、クラゲ、ありがとうございます。5位、ハル、ありがとうございます。4位、ラーメンマン、ありがとうございます。3位、日焼け、ありがとうございます。
2位みったん、ありがとうございます。そして1位、今日はタワーもありがとう、まゆー、ありがとうございます。じゃ あメール届いたかな、お休みメール送ったんだけど、なんか一回送れなくて、容量がなんか大きすぎてまた送り直したんだけど、お休みメール届いてるといいな。来た、あーよかった。じゃあまたまたね、また配信します。おやすみ。恥ずかしい、メイクも落ちてる、メイク薄いの、もうねラメもつけてないのラメちょっとはつけてるけど、ラメもやめた、そう、マスカラ変えたんだけどあんまりわかんないメイク紹介でした。そうだよ、私はあんまりラメが似合わないからラメつけてないの。そう、なんか最近まつげが伸びたんだよね。これ全部自まつげなんだけど、もうねまつげなんか増量するのやめた。これ全部最近は自まつ、長いの伸びたの。じゃあまたね、おやすみなさい、ありがとう、おやすみ。